ッどうもやっとバラードの佐藤です今日もよろしくやっと勝てたやっと勝てた正直3連敗すると思ってた人手をけてくださいいやまあぶっちゃけねこの流れね誰もが3連敗をすると思ってたこの近年のドラゴンズのパターンやと思うんですよねただ今年は同一カード3連敗っていうのを極力やってないですよね やっぱドイツカード3連敗したら、ほんまに流れ悪くなるし、次のカードの入り、ここがほんまに難しくなっていくから、まあでもぶっちゃけフォーク強かったね。なんか、なんの根拠もないけど勝ち越しできるとか言ってたけど、やっぱ野球の質がやっぱ強いっすね。まあやっぱ普段見てないから、なんともね、思わへんし、なんか勝手に勝てるかなって、ラッキーで勝てるかなとか思ってましたけど、やっぱそんな人生甘くないねっていう風に思った3日間でした。 まあ今日もね、ほんまに最後まで、まあ下位打線でもあのフルスイングしてくるんですよね。やっぱ打席の中に打席の中に入って、フルスイングできる自分のスイング軌道に持っていくっていう風にするのってすごい難しいんですよね。まあ僕も草野球で、あの、打席に入って、まあイメージ通りのスイングなんて一回もできたことがないんですよね。まあやっぱり素振りでやってるスイングと、 試合でできるもの、やっぱ全然違うんですよね。やっぱそれを、どの選手も徹底してやれてるソフトバンクって、やっぱ毎年ほんまにすごいなと思います。柳田選手おったらこれ間違いなく3連敗してたやろうなというメンツでしたね。まあでも、春先、去年のオフから山川選手に当たる風当たりってすごい強かったと思うんですけど、山川選手、結果で黙らせましたね。この、 3日間見てて、すごい思いました。なんか中日ファンの誰かやじってるかなとか思いましたけど、誰も何も言ってなかったっす。なんか翔さん、あんたもそうならなあかんねんで、そんなもんじゃねえやろ。言たってほらう。まあほんまに今日はね、えー、加藤選手もナイスバッティングでしたし、まあさ、最後ね、あの全身守備を、えー、あざ笑うかのような、えセンターオーバーを打ってくれましたけれども、まああれはソフトバンクの、えー、守備のシルトが、ありがとうっていうね、 シフトやったと思うんですけど、まあ、ちょっとさすがに舐められすぎかなと思いましたけど、まあそこしっかり振り抜いて突き放す決勝点。もうここまでいったら追いつかれないのっていうね、3点目を挙げてくれたのはめちゃくちゃでかかったと思います。ナイスタイムでした。で、木選手も、まあちょっとね、えー、最近そんなに長いイニングね、投げるではないですけど、まあ今日も最低限の勝てるピッチングっていうのをやってくれたのかなと思いますし、まのままこの流れを、まあ、開幕投手、まあエース、 と呼ばれる柳選手が止めてくれたのは良かったんじゃないのかなと思います。まず最後ね、水斯選手。まあ、ほんまにね、えー、去年のオフから、春先から、ま中、あ、田翔、中田翔、中田翔と言われ続けて、まぁいろいろとね、自分の中でも絶対思うこともあったと思う。葛藤も絶対あったと思う。でもその中で腐らずに2軍でもしっかりやり続けてくれた。その結果が生んだ今日のホームラインだと思います。これはほんまに自信持ってやってほしいし、まあ、今までね、このドラゴンズを10年間ぐらいね、 支えてきた4番ですから、まあ、やっぱ最後にね、意地も見せてほしいなと思ってます。まあ、だからその中で、やっぱ翔さんとね、競争して、最終的に強い、いいチームに僕はなっててほしい。もうそれだけが僕の願いです。もうそれ以上はないです。はい。歌ってもらう。で、僕は今日はこのメインにこの話をしたかったです。明日から、皆さん、どこの球団が来るか、分かってますか そうです。甲子園で3連勝した楽天が名古屋に乗り込んできます。歌ってもらう。甲子園で3連勝ですよ。しかも年間に3試合しかやらない楽天が3連勝したんですよ、これ。ここで。僕も死ぬまでに1回は甲子園で3連勝をするところを見てみたい。それは僕のドラゴンズの 優勝日本一っていう夢もありますけど、別で甲子園で3連勝はしたいなっていう自分の中で夢はあります。でも、まあ、その3連勝の試合には絶対携わってたいなと思ってます。やっぱ甲子園ってすごい特別なんですよね。関西の顔の球団じゃないですか。まあ、オリックスもありますけどね。阪神タイガース。読売ジャイアンツ。まあ、ここのね、ファンが一番多いわけですよ。 ほんで、関西では、まあ、僕が関西出身やったっていうのはあると思います。関西で、やっぱ生まれ育ってきて、ほんで、阪神、阪神、阪神の中、育ってきたからこそ、やっぱり阪神ってすごい僕の中ではライバルなんですよね。いつまで経っても。まあ、阪神のファンからしたら中日なんてライバルじゃないよと思ってる人は多分いっぱいおると思います。で昔は強かったんですよ。昔はね。まあ、もうすぐちょっとそこまで追いついていくんで、もうちょっとだけ待っといてください。まあ、だからそこで3連勝をする。どんだけ気持ちいいことか。 電車に乗ってても阪神ファンしかおらん。甲子園球場のね、駅、阪神電車。阪神ファンしかおらへんね。ほんで阪神甲子園球場に行っても、360ってほぼ阪神ファンよ。中日も2ブロックよ。楽天今回1ブロックやったけどね。330人ぐらいやったんかな。330人対4万人っていうね、このパワーアワードみたいな感じになってますけど、ここで3連勝したら気持ちいいぞ。この楽天のファンの方。 この3連戦行かれてた方、めちゃくちゃ気持ちよかったと思う。いや、これはね、たまらんかったんちゃうかなと。楽天ファンの方いらっしゃったらぜひコメント欄に書いてください。だから、甲子園でね、親の顔より見てきた、さよなら、負けもありましたけど、ま、あそんなんがね、吹っ飛ぶぐらいの3連勝って、すごいことなんですよ。甲子園で。甲子園で3連勝することに意味がある。 名古屋で阪神に3連勝するのと、甲子園という、あのビジターという超狭いね、あのドアウェイな360度阪神ファンの中の、たまらん空間でね、3連勝するっていうのが、一番いいんですよ。これを分かってくれる方は、あまりいないかもしれないですけど、ほんまこれがね、たまらんくらい気持ちいいんやって言いたいところですけど、まだ経験したことがないんで、まだね、なんとも言えないですけれども、まあ楽天ファンの方、ほんまに、えー、今回おめでとうございます。 明日からね、え名古屋でドラゴンズ戦になりますけれども、明日からはね、えー、ちょっと気を緩めていただいてですね、ゆっくり気楽に戦っていただければと思います。まあ、甲子園でね、3連勝したんで、もういいじゃないですかってね、言いたいところですけれども、明日から1試合をね、やっていきましょう。まあ、ほんで、問題は、日本ハム、ロッテです。ここです、ドラゴンズ。毎年交流戦。ここで終戦になってるからね、この2年間。笹見ドラゴンズ。 ここまで戦いできてる。流れを変えるには、ここやと思ってるんですよ、僕。日本ハムロって、ここしかないぞ。そのために、乗り込んでいける、明日から、交流戦、最後のホームでの3試合です。ここがどんだけ大事かっていうところです。死ぬ気で勝ちに行きましょう。絶対勝つぞ。ドラゴンズ。ではまた皆さん、名古屋でお会いしましょう。では、飛録に行こう。